青コーナーより飯塚隆入場。超のスリーパーが火を吹くのか。さあ、飯塚隆が入場であります。赤コーナーよりファイティングビースト藤田和幸入場。スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。藤田青コーナー181センチ105キロ飯塚赤コーナー183センチ110キロ藤田和幸。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。あっと、そのまま倒します。マウントに移行します。外してまいります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。張ってまいります。下から返してまいります。パンチを打ち込んでまいります。組み合います。ハンマースルーをさせない。足を抱えます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。あっと、パンチであります。タックルで倒した。抱えます。テイクダウン。マウントを取ります。食らいすぎると危ないですよ。はい、ガードします。グラウンドでの左蹴り、速射砲。デンジャラス膝蹴り。抜けてまいります。行きます。ハンマースルーをさせない。腕を回します。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよ。スープレックスはへそに乗っけるように投げないとダメですからね。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。ロープに逃れます。キックを打っていきます。
ダブルの体勢に移行します。抜けてまいります。顔面を狙ってまいります。足を取ります。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。フロントに捉えます。フロントから反り投げ気味に投げてまいります。袈裟固めで締め上げてまいります。ロープブレイクであります。蹴りを見舞ってまいります。そのまま倒してまいります。あっとエルボー、腕をフックします。させません。足を取ります。バックを取ります。簡単にはいきません。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。テイクダウンを奪います。強烈に打ち込みます。外してまいります。小気味の良いパンチを見舞ってまいります。いけるか、倒していった。エルボー強烈、足を打ちつけていった。組み合った、させません。放っていくのか、コーナー最上段からドロップキック、腕をフックした。あーっと引っ込んでいた、フロントスープレックス。あっと逆に切り返した、小脇に抱えた。あっと膝十字で切り返す、ガチッと組み合った、逆に返した。飛びついてる、嬉しい逆十字。ロープブレイク、ロープブレイク、岩壁の母の胸に抱かれました。グラウンドでの膝蹴り、抱えた、打たせない。10分経過、エクスプーダー、いけるか、あっと耐えた。集中しないとダメですよ。はい、ジャブを打っていく。あっと外した、組み合った、バックを取って、あと耐えた、外した。ちょっと危ない状況ですよ。ピスキもおろうか、ドロップキック強烈、フロントに捉え、ベリートゥベリースープレックス。顔面を捉えた、足を取った、足を殺していった、裏投げに捉えた、エルボーを入れていく、ハンマースルーをさせない、ジャブが顔面を捉える、打たせない。おっと外した、タックを外した。ブレンバスター行くのか、ガブった、バックに回った、ガブリの体勢に移行した、外した、アバルス式のタックル。おっと外した、あっと顔面にヒットした、袈裟で決めていった。
ですね、勝ちにいってますね。締め上げていった。ハンマーを振りかざす。ボディシダストスリーパーで締め上げる。ガチッと組み合ってビクトル式に持っていった。コーナーより田中実、成瀬正幸入場。強烈なユニットが決定されました。その姿を今表します。赤コーナーより邪道下道入場。新たな領域に一歩足を踏み入れる。その時、男たちの胸には何が去来するのでありましょうか。スペシャルタッグマッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー175センチ、90キロ、田中ミノル。173センチ、95キロ、成瀬正幸。赤コーナー180センチ、96キロ、ジャドー。174センチ、90キロ、ゲドが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。足を抱えます。あっと膝十字で切り返す。組み合います。逆に振り返してさせません。
ックを打っていきます。ボディースラム。組みに行きます。ボディースラムで投げてまいります。足を狙ってまいります。チョップがうなってまいります。キックを打ってまいります。ローリングしてのキック、行くのか。ボディースラムで叩きつけます。ラフサッポーに転じます。スイッチしてまいります。あっと、そのまま倒します。外してまいります。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。蹴りを見舞ってまいります。逆に振り返した。全身でぶちかましてまいります。ローを打ち込みます。組み合います。逆に返します。あっと、パンチです。ここでタッチです。行くのか。フライングメイヤー、館内がどよめきます。組みに行きます。らしい攻めを見せてまいります。ここでタッチです。顔面を捉えます。掴みます。キックで返します。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。掴んだ。ハンマーを振り下ろします。立ってまいります。ロックアップ、投げてまいります。組みに行きます。コーナーに振ってニーアタック。背後からイラアキレス剣型での体勢です。行くのか。この辺りラフに転じてまいります。膝を使ってまいります。組み合います。ラフな展開になるのでありましょうか。腰を落とします。打たせません。リバースで返します。ロックアップ。こういう投げ技っていうのはね、僕はあんまり受けるっていう言葉は好きじゃないんですけど、下手に捉えると一番危ないんですよ。だからある程度入っちゃったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。ああ、その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますよね。高周波数の音が館内に響きます。組みに行きます。倒してまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。足を殺してまいります。組み合います。倒してまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。スイッチしてまいります。ダブルで決めていった。組みに行きます。アップを返します。起こしてまいります。ウルネルソンの体勢、後ろ回し蹴り。
行くのか。逆に投げてまいります。蹴ってまいります。腕を取ります。腕を狙ってまいります。あります。正面から投げを見舞います。フロントからのキック、ブレインバスターで叩きつけます。足を取ります。ドラゴンスクリューで倒した。膝十字固めに持ってまいります。逆水平テイクダウンを奪います。抜けてまいります。キック攻撃を見舞ってまいります。掴んだ、パンチで返します。スイッチしてまいります。キックを打っていきます。ロックアップ、投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。ローを打ってまいります。逆水平を打っていきます。ここでタッチです。膝を狙ってまいります。ライト落とします。心の連携が冴え渡る。蹴ってまいります。掴んだ、ストバックを狙ってまいります。組み合います。逆に倒します。ボルテージが上がります。足を取ります。バックに回ります。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクであります。正面から投げていった。いけるか。顎を叩きつけていく。蹴っていった。おっと、急所を打ち据える。顎を狙っていく。足を抱えた。
ここでタッチだ。ガジェット組み合った、コーナーに振った、組み合った、そのまま倒していった、行きたいですね、ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。ガチッと組み合った、ロープに振った、ラリアット、ラリアット投げ倒し、引き起こす、蹴りをぶち込む、いけるか、飛びついての嬉しい逆十字、岩壁の母の胸に抱かれました。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。あっと、三角締めで切り返す。フェイスロックに入った。ロープブレイク、ロープブレイク、いけるか、ロープに振って、ラリアット、ラリアット投げ倒し、2位を落としていく、ここでスイッチ、このポーズ、腕を取った、小脇に抱えバックドロップ、完工、引っこ抜きか、リバースで返した、あっと顔面踏みつけ、ここでタッチだ、ガジェット組み合った、コーナーに振って、ドロップキック強烈、場外に移行した、場外に降りる、足りてー、キック、ガジェット組み合った、そのまま締め上げる、パンチ、フロントキック、エルボードロップ強烈、リングに戻ります、組み合った、バックブリーカーで落としていった、フィニッシュになるか、ここから大技2発3発持ってきたいですね、強烈ダブルニー、
さあタッチ、勝った、腕をフックした、ミッシャーバスターに持っていった、さあタッチ、腕をフックした、リング上の殺虫剤 DDT、いけるか、マンハッタンドロップ、ここでタッチだ、全体重を乗せたエルボー、足を取った、なんとエンジン切り、ここで持っていくのか、そのまま膝十字に移行する、岸壁の母の胸に抱かれました、掴んだ、ブロックした、ラリアット、場外に移行した、抜くのか、リングに戻ります、リングに戻ります、ここでスイッチ、行けるか、コーナーに振った、トップロックのバックアンパー、キック、小股に挟んだ、パワーボム投げ捨て、ここでタッチだ、フィニッシュに行くのか、抱えた、ダブルアームスープレックス、ガジェット組み合った、フロントから叩きつけた、2位を落としていく、水平打ち、組み合った、すごい形相で締め上げていく、腕を取った、長田ロック2、もぎ取れるような首筋、ロープブレイク、ロープブレイク、コーナーに振って、ドロップキックが突き刺さる、気合を入れた、いけるか、ラフに転じる、さあ首をかっきった、ここでスイッチ、ガジェット組み合った、あと逆に返した、アキレス腱がダメだ、アキレス腱がダメ、立たせていく、今首から突き刺さりましたよ、脳天直下型か、これで決まったか、
気に料理するのか。足を抱えた。キャプチュードの捕獲でした。決めに行くのか。三回目入った。完璧にたどり着きました。フィニッシュになるか。耐えました。蹴り上げていく。打ちつけていった。あと、ガブった。下から切り返した。起こした。フィニッシュに持ち込むのか。あと、バックブロー。さあ、タッチ。抱き起こす。鈴木健三入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。赤コーナーよりジャイアントシンジャイアントシルバ入場。遠雷のような地響き、選手たちの闘志に火が灯る瞬間であります。スペシャルタッグマッチ60分一本勝負を行います。健三行け。青コーナー健三行け。181cm 107kg 棚橋ひろし。191cm 120kg鈴木健三。赤コーナー2m30cm 200kg ジャイアントシン。
2m30cm、238kg、シルバー、ジャイアントシルバー。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。腕を取ります。逆に振り返して、スーパーキックで放っていった。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。パンチで返します。足を取ります。させません。蹴ってまいります。フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。掴みます。ハンマーを落としてまいります。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために、本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。組みに行きます。このあたり決まり具合はいかがですか？まだこれは入ってないですね。そうですか。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振り下ろします。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。腕を回します。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね、そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。組み合います。ボディースラム、行くのか。パンチで返します。組みに行きます。ロープに振った。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。足を狙ってまいります。逆に振り返した。キックで返します。今高さがありましたからね、効いてますよ。見ていてかっこいいですね。エルボーでブロック、ロックアップ、逆に返します。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。組み合います。アップを返します。エルボー掴んだ。ラリアット攻撃であります。ここでタッチです。小脇に抱えます。打たせません。していきます。掴みます。させません。行くのか。フロントから投げていった。ストッピング、フィニッシュになるか。
ってますね。そうですね。掴んだ。ハンマーを落としていく。ここでタッチだ。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。そのまま全体重を預けていった。腕をフックした。打たせない。蹴っていった。いけるか。絞り上げる強烈。岩壁の母の胸に抱かれました。逆水平。組み合った。スイッチ。気合を入れた。ストッピング強烈。抱えた。あと耐えた。ガチッと組み合った。コーナーに振った。させません。強烈。掴んだ。ハンマーパンチ強烈。勝った。いけるか。あと逆に投げていった。これで決まったか。すごい音がした。チャッパー。奥歯を噛みしめた。ハンマー気味のパンチ。組み合った。バット返した。チョップ強烈。ここでスイッチ。コーナーよりドクトルワグナージュニア入場。メヒコからの刺客、さあ、ドクトルワグナージュニアが入場してまいります。赤コーナーより金本浩二。
入場。スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー175cm98kg ドクトルラグナー純也。赤コーナー 180cm90kg7色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ボディースラム行くのか。ボディースラムです。打ち込んでまいります。足を抱えます。ドラゴンスクリューで倒した。ストンピングを叩き込んでまいります。チョップであります。ロックアップ、グラウンドでの攻防に持っていきます。足を取ります。返し技冴えてますね。今のはよく読んでましたね。ローを打ってまいります。キックを打ってまいります。ローリングしてのキック、腕を回します。ブレーンバスター高速で投げてまいります。組み合います。ドラゴン殺法と呼ばれた華麗なファイトスタイルで一大センセーションを巻き起こしていた藤波辰爾の姿に憧れプロレスラーを志したこの金本浩二、念願の藤波との一騎打ちも果たした金本の飛龍伝承は今後も続いていくのでありましょうか。ローリングセンター、組み合った、なんと切り返した。逆に振り返した。キック、水平打ち、スマット、ストッピング、ブレーバスで投げつける。タイガー一郎打たせない。いけるか。ズームストンで落としていった。立たせていく、抱えた、もうこれ連絡がため耐えました。組み合った、締め上げていった、ハンガーを落としていく。さあがっつり決まった。これは苦しいですよ。ガジェット組み合った、ロープに振った、
腕を回した。あと逆に投げていった。いけるか。スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー184センチ、105キロ、藤波辰巳。赤コーナー183センチ、108キロ、永田さあ、運命の鐘が鳴った。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。逆に振り返してカウンターであります。ローキック、キックを打ってまいります。そのまま膝を決めていきます。ロープに逃れます。掴みます。鋭いキックです。起こしてまいります。足を抱えます。エンジン蹴り、組み合います。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。キック攻撃を見舞ってまいります。掴んだ、蹴りをぶち込みます。シドニーオリンピックレスリング銀メダリストの永田勝彦を弟に持ちます、この永田裕二。本人もアマチュア時代には大学選手権などで優勝経験を持つ強豪選手でありましたが、アマラス経験を生かした切れ味抜群のスープレックスは今宵も炸裂するのでありましょうか。
バックに回ります。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。フロントに捉えます。スロイダー気味に投げてまいります。アッと返します。小脇に抱えます。えげつないニークラッシャー、ロックアップ、逆に投げてまいります。エルボー、腕を捉えます。腕を殺してまいります。鋭いキックです。組みに行きます。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。フロントから落としてまいります。トップロープを奪う、抱えます。ノーザンライトスープレックス、トスとケンバック、カウント 2.5、 まだまだです。反対気味になりましたよ。ブロッキー状況か、いけるか、逆に振り返した、そのままプラスしていった、トゥーカウント、まだ足りません。バックに回った、長田ロック2がガッチリと決まった。岩壁の母の胸に抱かれました。フィニッシュに持ち込むのか、決まってますね。足を取った、打たせない、腰に手を回した、あー長田ロック2だ、強烈キック攻撃、変形の4の字、長田ロックが決まった、耐えました。フロントに捉えた、フロントからのスープレックス、サイドを取った、うまく切り返した、肩が上がります、組み合った、コーナーに振った、エルボー強烈、ローキック強烈、そのまま締め上げる、ハンマーパンチ強烈、長田ロック2、もぎ取れるような首筋、ロープブレイク、ロープブレイク、浴びせ蹴り強烈、腕をフックした、させません、ローキック、もう打ち込む、抱えた、フロントからの投げに転じる、起こした、エクスプロイダーが火を吹いた、組み合った、正面から投げを射まった、バックを取って